はい、ありがとう整体の平野です。東京にね、12月8、9と、それ7、8ですね。まあ、6日はちょっともういっぱいになってしまったんで、出張いたしますので、よろしくお願いいたします。まあ、歯ぎしり、ね、っていう現象も今すごく多いと思うんですけども、やはりこれも力が入りすぎるというね、感じでいけば、やはりこの腕の緊張がですね、こういう状態を、ね、作り上げているとしか、まあ、考えられないというふうに私は思います。この歯ぎしり、ここで直すのではなくてですね、腕の緊張を取った時に、どう変わるかをね、また、見ていただけると面白いなと思います。本当にこう幾度に、今頭蓋骨だとか、まあ、ほとんど触らないんだけども頭がすっきりしましたっていう声をね、まあ、非常に、この肘と、手首の、ね、ロックまで外すことによって、まあ、よりですね、頭のこの血流が良くなって、まあ、この部分の、力が抜ける、まあ、顎関節症も同じだと思いますが、やっぱり力が入りすぎる、入りすぎてしまっている。で、そして抜くことができない。脱力は、ここで、脱力するためには、腕の脱力も抜いてあげないと、ここが緊張したままね、いくら、歯を、顎をですね、緩めると思っても、やっぱり緩まないんですね。この緊張を解いてあげる、腕の緊張を解くことで、顎関節だとか、歯ぎしりの問題がね、変わっていくのではないかというか、ないと、もう本当に確信に至りました。この腕の緊張を抜くためにですね、本当にこう、20年以上ね、探し探しやってきましたけども、本当に今回はですね、まあ、基本的に一人残らずですね、みんながすごい楽になりました。なんかふわふわしてます、腕がねこうふわふわ、になってます。でそして、かつ頭がねすごいすっきりしてますという言葉をね、聞くにつれて、やはりこういったところですごいね力で頑張っていたんだなというね、ことがを改めて感じます。その緊張したまままたね、パソコンスマホをやってしまうとよりこれが緊張してしまうので、本当に現代人ね、これからもう本当に気をつけなければいけない時代に入っていると思います。